あの日、いくつもの奇跡が起きた。ファングとバニラは命を懸けて黒雲を支え、クリスタルから蘇った私たちの烙印は消えた。それは女神エトロの恵みだった。見えざる世界につながる門を通して女神が力を送ってくれた。わかるか、ドッジ。お前のふるさと黒雲だ。外から見るのは初めてだろう。うん、父ちゃん。そうするとセアの顔が浮かんで元気をくれた。さまざまな思いが渦巻いていた。頑張ってこれたのはセラの。喜びは大きかった。これから安心もしていた。ちゃんと読めけれど気がかりもあった。バニラとファングのこと、これからの世界、戦いを終えたばかりなのに、なぜか私は始まりを予期していた。これは気をつけろ。あの日、異なる世界への門が開いた。離せ。門の果てから現れたこの世にあってはならない闇が、私を時の彼方に捉えた。死にゆく者の叫びが開いたもの、それは女神エトロのもとへつながる門。エトロは門の彼方から人々に奇跡を送った。けれど門から闇が現れた。世界を喰らう闇が。エトロは門を閉ざし、時を歪めた。時が遡って、闇は存在を否定された。そして闇に囚われた私もまた歴史から消された。ここはバルハラ。生と死が交わる時空の狭間、忌まわしい闇の渦巻く異界、混沌の女神エトロの領域。私を招いたのは何者だったのか。バルハラからは全ての時間が見渡せる。私は世界の未来を見て、女神エトロの思いを感じた。エトロは滅びようとしていた。女神の思いが消えれば世界の希望は失われる。だから私は戦うと決めた。カイアス・バラット、一切の希望を拒んで未来を脅かすもの。終わりのない戦いだろうと諦めはしない。消えゆくエトロは未来を私たちに預けた。